はい、どうも皆さん、市役所クッキングのお時間となりました。本日の食材はこちらでん、ホタテ、エビ、イカ、ホタテ、エビ、イカです。ホイカ。はい、この近所の目が激しくて、あまりお外でBBQ などね、できない、このね、世知辛い世の中になっておるんで、最近は、ニュースになっちゃうんで、あ、はい、というわけで、じゃあちょっとこのね、こいつを焼いていきます。あれ、俺のそれ。俺専用とね、これか。じゃあ市役所専用のあれで、お鍋の方で調理していく。よっしゃ、どれからいこうかな、これ迷うな、どれからいくか迷うな。よし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 、あ、まあいいや。よしよし。ちょっと犬のちょっとね、様子がおかしいんでちょっとあれなんですけど。うわ、やっぱこれ何これ、やばくないですか。ちょっとこれどうします、全部一緒の味付けなんやろうか。どれが焼き肉いいん、これどれでもいいか。ほら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 、よっしゃ、これ全部焼いて俺食えるかな、果たしてこの量。すごっ、みたいな、この量やばそうやな、見てこれやばない。うわ、すげえ、めっちゃうまそう、見て、食えるこれ。このちょっとイカが焼けにくそうやな。あ、もうめんどくさい、全部焼く。やっぱちょっと見て、これやばいよね、やっぱプリプリ、なんじゃこれ。やっぱちょっと極意ルートで売ってもらっただけのことはあるな、これ。普通の一般のね、お客さん買えへんからね、これね。やっぱりミシュランの、元ミシュランで働いてたっていうね、予想を立ててる市役所さんじゃないで、やっぱこれ見て、これやばない、いやこれやばいでしょ、どう見ても、誰がどう見ても。これはさすがにやばない。ねえ。これやばくないわけないやん。こんな、やっぱ、焼きすぎてる、完全に。これ、やばくないとか、ない、やばいでしょ、これ。ねえ。はい、ここで、みんな大好き、ニンニク岩塩。これで、超ニンニク味。うーわー、やばい、やっぱ1000万出して買ってきただけのことはありますね。これさっきイカ焼いたらよかったな、イカが一番焼けなさそうな気がする。これはと俺の中で話題。よー、これ見て、やばない、ほんまに。どうしよう、バター入れようかな、バター入れたくなってきたな。どうしよう、バター入れる、ねえ、バター入れる？ちょっとどうする？入れる？バター。入れようか。一個しつこ、やばい。興奮してきた。
興奮してきた、興奮してきた、こんな。こんな。うーわ、やっば。ちょっと待ってくれ。大丈夫？バター入れる？ね、バター。バター入れたらうまそうな気するけどな。バター入れようか。あれ、俺のバターどこ行った？俺のバターどこ行った？俺のバター。どっかにしまわれてるバターだ。お待たせしました。切れてる雪印バター発見しましたわ。これはこれはやべえよ、ね、これはやべえよ。これバター入れちゃうから。もうはい、よっしゃ、やばいの入れたわ。やばいの入れたと思う俺は、自分自身で。これは完全に完全に完全すぎる。完全体いってるこれ。閉まらへん閉まらへん。早く焼きたいのに閉まらへん。早く焼きたいのにバターが閉まらない。よいしょ。よし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 。何これ、やばない？ちょっとイカ焼ける？これイカさん焼けます？これちょっとイカが分厚すぎるんだが、じゃ触らん方がいいか。イカが分厚いな。いやこれやばいな。何やねんこれ、これやばすぎやろ。ちょっと俺はこんなやばいものをね、今まで見たことがないです。完全にやばい。完全にヤバいやつ俺は発見してるよな、これ。いやこれヤバすぎっしょ。よいしょ。うーわやっぱイカ焼けてる。これイカ、イカ焼けてんのかな。イカでお腹痛ならへんやろな。うわーもうちょっと、どうすんのこれ。よし、途中経過。はい、どう？うわ、やっぱ。やっぱ、なにこれ。よし、もうええやろ。うわ。うわ。やっぱ、うまそう。来てるね、これ。来てる、来てる、来てる、来てる。よっしゃ。これは来てますわ。来てるか来てないか、完全来てますわ、これは。よし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 。完全来てるやつだ。やばい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 。やばいやばい。蓋が処理できん。蓋をどこで処理するんや、これ。蓋があって、蓋があって。よし。見て、やばない。よっしゃ。よっしゃ、来たぞ。これやばいやろ。ねえ。おい。どうするこれ。おい。おい。おまるエビ、おまるエビ。おまるエビ。いや、これ。ちょっと。ちょ、やばい。でかいでかいでかい。いろいろとでかい。うわお、なんじゃこれ。なんやこれ、すげえなおい。これはやばいわ、さすがに。よし。うわ、見て、なにこれ。シーフード丼ができたぞ。いきなりシーフード丼になった。せーの、完成。やばいやろこれ。シーフード丼ねえ。
シーフード丼、かっこ米なし完成。やっぱいや、これさすがにやばいわ。ここまでやばいと思わへんだな。やばいやばいというね、噂が近所のおばさんから聞いてたけど、ここまでやばいとは思わへんだ。シーフード丼。やばいわ。やばいやばい。これマジやばい。よし。よいしゃ。食べますか、じゃあこれをね。よし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 。知らんぞ。知らんぞ、これはほんまに。これだけは。これだけは知らんぞ。よっしゃ。じゃあ、おまるエビから食べていきます。え？この世のものとは思えへん、これ。この世のものとは思えへんわ、これは。何これ。はい。これ。ハマグリ。うん。うん。いやー。やばい。うまさしかない。うまさしか。うまさしかない、ちょっと。うまさしかないですわ、これ。はい、オマールエビ。うん。やっば。このね、料亭で、このもの見て、料亭で食べたらいくらすると思います？ 8,900 円。こんだけ料亭で食べたら、8,900 円はします。ね、それなんと主役さんが料理すると、980円の仕入れ、うまいなぁ。うまい。見てこれ。プリップリ。ねえ。プリップリこれ。プリップリのこれ。あれ。イカ。うん。うまい。柔らかい。なんこれ。ちょっとうまいって初めて俺こんな今まで食べたやつ一番うまいやつ見てこれやばないでかでっかおう。減らへん減らへん減らへん無限無限無限やわ、これ。やばいな。そこが見えへんもんね。ほんまに、こんなん食べるのね、そこが見えへん。やばいな、これ。そんな美味しいもんが、世の中にあったんすね。いや、1000円でこんなに食べれるか。うん、やっぱバターいいやから、バターいいだからあれや、まろやかになってる。まろやか。これ小エビ、やばいな。痛風な人、痛風に。なんじゃこりゃ。あ、ミニクうまい。いや、
これはちょっとほんまにやばいわ。マジでうまいな、これ。こんな目もあったよな。うん。今ケンタッキー食べたばっかなんですけど、めっちゃうまい。全然そこが見えへん、どうしよう。これはうまいわ。よし、ちょっとあれでしょ、この後ちょっとゆっくり食べますわ。もうこれいくら食べてもそこが見えへんから、ちょっと動画にしたらね、明日までかかると思うんで、ちょっと後で食べていきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。